月日日水曜時時刻は夜9時を回りままししたが配信していますレイオダイアログ本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして。 佐藤啓です。こんばんは,んばんは。よろしくお願いします。さて、はいえー、お気づきの方もいらっしゃるんではないかと思うんですが、はいえー、今日の配信はですね、いつものライブ配信ではありません。はいえー、今回はプレミア公開機能を使っての、えー、収録の配信となります。はい。これまでにも何度かあの取材中などにこうした公開していましたね。あ,ねあのこちらが放送されている今。 今、聞いてくださっている皆さんが聞いてくださっている間にですね、はい、私たちは、えー、海外取材に向かう飛行機の中にいる予定です。はいえー、それがどんな取材となるかはまた追って皆さんに帰国後にご報告をしていきたいと思います。 さああの今夜のテーマなんですけれどもフェミニズムを知ってから政治を見るとと題してライターの和田静香さんとお送りしていきたいと思いますえメッセージは YouTube のチャット欄であったりハッシュ Twitter では「ハッシ #D4P」4は数字のようなので「ハッシュタグ #D4P」で皆さんのメッセージをお送りくださいこのあと21時50分頃までお付き合いいただければ幸いですよろしくお願いいたします さああのここからはあの収録した音声を皆さんにお届けしていきたいと思うんですけれども、はい、さらに事前収録した、ね、音声をこ,うここからお届けしていきたいと思うんですけれども、えー、ライターの和田静香さんを今日はゲストにお迎えしていいいきたいと思まます、はいえー、まずは私からののさんのプロフィールをご紹介していきたいと思います。 和田さんは1965年生まれ二十歳の時に葉書職人だったことがご縁で音楽評論家そして作詞家でもある湯川玲子さんのアシスタントになります。 退職してフリーになって以降は音楽そして相撲ライターとして活動してきたものの仕事が次第に減っていってアルバイト人生に土俵際まで追い詰められ「この生きづらさって私のせい?」と政治家に問答無用に対話を申し込んだ本「時給はいつも最低賃金」「これって私のせいですか国会議員に聞いてみたが」が政治ジャンルとしては異例のヒットとなります。 え最新刊は50代で一足遅れてフェミニズムを知った私が一人で安心して暮らしていくために考えた身近な政治のことです。あのこれあの、はい けいさんもね、あの読んだと思いますけれども読みましたけれども、はい、いやもうサッとこう読めてしまうというか、あの内容はですね、あのとても深く考えられることなんですけれども、うん、その文体がとてもスラッと入ってくる、そ,ね、そして身近にやっぱり感じる本でしたね。そうなんですよね。なんかこう和田さんとこうおしゃべりしているような感覚でね、こう読み進められる。はい、るね,ね、でもやっぱりこう。 本質的なことがギュッと凝縮された、はい、とってもこう濃厚な本なんですけれどもあのその内容も含めて今日はお話をしていきたいと思っています、えー、今後はですね和田さん市民がつながるためのおしゃべり会を、えー、近所の公民館で開いていきたいと計画をしているそうですそうですね,ねではここからは収録音声をお聞きください、えー、今週月曜日10月2日に収録した和田さんとの対談です はい。ということで、和田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、あの、後ほどですね、まだ、あの、この、新刊、50代で一足遅れてフェミニズムを知った私が、一人で安心して暮らしていくために考えた、身近な政治のこと、<laughs> これ全部、空で言えますか無 <laughs> えない。今、<laughs> <の>見えなくて。今のタイトルですよ、本の、<う>あの、皆さん。あの、いやー、なんか、でも、 言いたいことを全部タイトルに込めると、これぐらいにはなりますよね,すね。そうなんです。なんか書いてあることを、とりあえずこう要約すると、これになってしまうので、一応 <laughs> 48文字かなあるんですよね。48文字。<う>結構異例の長さですよね、<う>これ。<laughs> まあだから略して、オクフェミ、オクレテフェミで、オク<ー>オクフェミって呼んでるんですけど、はいはい。まあ、自分も覚えていないので、皆さんも無理して覚える必要はありません。<laughs> じゃこの、オクフェミのこの内容に関してはまたのちょうど伺っていきたいと思うんですけど、も あの和田さんは2021年の夏ですねコロナが世界的に蔓延したのが2020年の、うん、まあ初頭ぐらいというふうに言っていいと思うんですけれどもそこから1年半ぐらいそのまあ あの頃をこを振り返ると、オリンピックどうするのみたいな頃ころでしたよね。ねその頃に、えー、あに、時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか国会議員に聞いてみた。こっちの方がタイトルがやや短いかもしれないです、うん、<laughs> 今となるとこれが短く感じる。うね、<laughs> 確かにこう、<laughs> はい、相対的にそうですね。この方向を出されて非常にこう話題になったりですとか、はい、まあこれはあの小川淳也議員にいろんなことを率直にこう尋ねていくという本ですけれど、ねはい、あの香川一区ですよね、おばあさんが。 はい、でその選挙に密着した本をまあその後書いて、はいでまあ、政治の本としてはこう,こういう視点でその政治をこう書いたっていう,こう本にしては本当にこう異例のヒットというふうに、ね、こう言われていますけれど、ね、なんかどういうきっかけでこれはオ、ま、ク、あ、フェミにも少しあの言及いただいているところだと思うんですけれども政治にこうもう。 興味を持って、うん、でこういうふうに自分でコミットしようっていうふうに思ったきっかけっていうのは何かきっかけっていうより、はい、もうしょうがなくそうなったっていう感じで、はい、もうそのコロナの前から私の生活は結構苦しくてもともとフリーランスで働いて、うん、ライターをしてきたんですけど私一人でずっと働いてきて。はいで だん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 仕事が減ってきてしまったんで、こうアルバイトをこういろいろやってたんですよ。コンビニでアルバイトしたり、レストランでアルバイトしたり、おにぎり屋さんでバイトしたりとか、まあいろいろその時々でいろいろバイトをして、で両方 ライターと両輪でやってきたんですけど、はい、コロナでみんなこう仕事、その前は二つ掛け持ちでやってたんですね。バイトをコロナにまあ関係なく、一つクビになっちゃって、その後、コロナでもクビになってしまって、うん、もう生活が済んでしまったというか。うん、いや、もう、本当、どうやって生きていったらいいかわからないっていう時に、たまたま取材で小川さんと会って、うん、で話していくうちに、あこの人、面白いなって、まず思って。 はいはい、その後にちょっと小川さんの動画でなんか明日これこう明日がどうなるかみたいな話をみんなで考えていこうみたいなことを言ってたんですねだ、はい、からあ私明日の生活がどうなるか私もすごい知りたいんだと思って小川さんのところに行って聞いてたまたまもう本当にそっからその。 なんか政治を考えるとかっていうことさえもうそういう概念もなく、うん、ただもう藁にもすがるような思いでいったっていう、そういう感じですね。なるほど。うん、まあこのクフェミにも何度かあの出てくるこうフレーズですけれども、はい、やっぱりこう個人的なことはこう政治的なことそうです、ね、っていうところにまあつながっていきますよね。うん、そうですね本当それをだから その言葉も知らなかったんですけど当時は、うん、でも本当にまさにその通りだったんですよね。なるでもあの2021年の,この夏を振り返ってみるとあの頃ちょうど、うん、あ,れあの頃はもう菅さん。 菅さん。菅さんです。菅さんです。もう世間を見渡せばと言いますか、その菅政権からは特に、次女。そうです、次女。強者させて工場行く。そうそうそう。そっちがちっちゃくなっていくみたいな声がね。工場なんてね、もうね、見えないような。どこにいるの工場。もうなんか、こう創作願いをね、出してるのが好きになるぐらい。工場、どこですかみたいな。電報落ちたくない。ね。工場さどこ行った工場。電報 <laughs> っていう発想がいいですね。また、<laughs> いやーでもやっぱりね、そういうこう切実なこう思いからこう、うん、まあたくさんの声が上がりましたよね。はい、そのまああの2022年あ2020年をこう振り返ってみると、うん、まあ安倍マスクだったりですとか、そうですよね。まあ、あと。 ねえやっぱりこう声が上がらなかったら、うん、こう資金のこう割り当てがお魚券とかお肉券になってたのかっていうふうに思うとね本当、うん、そ,そ,そ,それですよね。私は、うん、つい忘れちゃうけど、最初ね、うお魚、お肉券って言われてたんですよね。<laughs> 幻になりましたけどね、<laughs> まあ、そのあとね。 マスクよりは良かかかったかなとでもまあ、ね、一応10万円ってねみんなに支給っていうそうですねまあでもやっぱりその時も、まああのまあ、対処がなされなかったわけではないんですけれどもうん、うん、やはりこう世帯ごとのこう給付で,、はい、でやっぱりこう個人ごとにしないと DV とかさまざまなこう家庭の事情を抱えている人たちに対してはどうなんだろうっていう心が、ね、そうですよ、ね、がったりっていうことがありましたけれど。うん うん、どうでしょうこの「オ、ま、ク、あ、フェミではまずこのタイトルに「フェミニズム」っていうものがこうついて50代で一足遅れてフェミニズムをこう知ったというふうにこうまあ目打たれている通りはい、はい、あり中にはこう書いてあるんですけれども、うん、やはりこう「ミートゥー運動」がこう起きたりですとか、はいはい、その頃ってどう どかちょっと,と<あ>遠いと言いますかうこう人ごと事のようにこうご覧になってたっていうふうになんか私その「MeToo」の頃って2017年ぐらいだと思うんですけどはい、はい、ちょうどそのやっていたとあるバイトをクビになってしまってすごくお金に困ってたっていうのもあるんですけどでもやっぱりなんかどっか遠い外国のことであとなんかそういうのって綺麗な人だけの問題だよねみたいな丸っきずも全開な感じなんですけど、はい、そんなふうにも思っていたし。 でもなんかすごいもっと今回すごくいろいろ振り返って自分のことを考えると私1965年生まれなんですけど、はい、そうするとこうフェミニズムみたいなものを当時はウーマン・リブというような言葉でこう聞かされたりとかして子供の頃ってうん、うん、そして中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する。 女性解放連合っていう<ー>ピンク色のヘルメットをかぶった女性たちが、はい、こう運動すごく盛んにされててそれがすごくテレビとかメディアで報道されたんですね。でちょうど浅間山荘事件なんかもあったりとかしてはい、はい、なんかそういうのとこうなんだろうな重ねられて、うん、こう怖い人たちみたいな<ー>多分なんかそう刷り込まれたというイメージが。それでなんかこう 自分が育ってくる中で、そのフェミニズムとか、その女性の解放とかっていう人は怖い人たちだっていうのが、子供の頃にすごい刷り込まれている世代なんですね。なるほど。それでどうしてもなかなかそのフェミニズム。 すごく女性の私、音楽のことを書く仕事をずっとしてたんですけど女性の歌が大好きで女性,シンガーン女性シンガーソングライターとか言われる人たちの歌ばっかり聴いてきたのにもかかわらずフェミニズムとかっていう言葉とかそういう概念も全く知らなかったしうん、うん、全然拒否してましたね。それがその自分事になって っていくというのはこうどういうごきっかけでしたかやっぱりクートゥーが本当に最初って本当につい最近なんですけどはい、はい、そうですね鹿由美さんのあのクートゥーのツイートがあってでだんだんそれがこう広まっていく中で パンプスって別に履かなくていいのかっていうのとあと、うん、やっぱり石川さんがそのツイートの中でも自分がその専門学校に通っていたとこ時とかアルバイトしていた時とかっていう言葉で語ってくれていて、はい、それがすごい身近に感じたんですよ、ねあ。やっぱり生活の延長さのそうなんだっていうことを感じますよね。 多分なかなかこう、自分の中に入ってこないんですよね。うん,うん、うん、だから、そこから、本当にちょっとずつ。うん,うん、そこ、あ、フェミニズムって、そういうことか、みたいなのを。もう。 あちこちこ読んだりして少しずつ知っていったっていう感じですね。なるほど。うん、まあでもやっぱりその新しいこう概念を知るっていうことは、うん、自分自身をこう解放していくこうきっかけになるっていうこともこう一つですけれどんかこう過去のそ知る前のこううん自分うー、ん、みたいな瞬間ってありませんか自分 そのの概念にに苦しめられてきてきいる例えば私独身で子供を産んでないとかってこ人間なんですけど考えて今回の本の中でそのこともすごい考えているんですねはい、はい、ずっと一人で生きてきたっていうことを自分が一人で生きてきてその世の中のいわゆるこう なんだろう、そういう子供も産まないで、とか、子育てしなきゃ一番一人前にはなれないわよとか、そういう言葉に自分が苦しめられているにもかかわらず、人には言うんですよね。 すり込みって、やっぱり伝播していきますよね。そうですね。確かに、確かに。ね、なんか。例えば、その、こう、ハラスメント、こう、うん、なんかもう、ずいぶん、やっぱり、こう、この数年間で、ね、こう、考え方変わってきたと言いますか。うんうん、なんか、でも、やっぱり学生の。 時ぐらいのこう自分をこう振り返った時に、うん、なんかこうそういうことされてもこうスマートにこう変、うん、わすっていうのが <laughs> うん、うん、なんか大人になることというものだみたいな擦り込みあったし、うん、なんかこう居酒屋にい でサラダをこうちゃんと取り分けられることこそなんか女子力だそう私それもできなくて私食べ物とか来てみんなにこう分け分け分けるみたいなこととか苦手でそういうこと同じくですはいスマートにできる人がいると私ってなんてダメな人間だろうってすごい思い込まされてましたよねそうなんですよねやっぱりその時ってその価値基準そのものがこうおかしいんじゃないっていう発想に。

価値基準新しい価値基準をするとその瞬間はあっってなるけどだんだん逆に今度それで楽に、うん、あ別にこうなんなのできなくたって全然構わないんだっていうことが分かってくるとうん、うん、本当楽だなと思いますよねやはりこうそこからその気づきがつながっていって、うん、でこの「奥フェミ」こと、はい、もう一度署名を紹介します50代で一足遅れてフェミニズムを知った私が一人で安心して暮らしていくために考えた身近な 政治のことということで特にこの本の軸、まあ、になってくるのが。はいはい 特にその政治の分野においてこれがやっぱりこうジェンダーギャップ指数をこう見てみても、うん、特にこう政治分野はね日本はこう遅れているっていう風にう日本ってそのジェンダーギャップ指数の146か国中125位とかいうけど政治分野のなんか指数っていうのが限りなくもうゼロに近くて、はい、0.057とかなんですよって。 ことだよなとか思って、ほとんどゼロじゃん。そうですよね。うん、もう肉眼では見えないぐらい。ですよね,ですね。これも電報でね、なんかね。<で>捜索しないで <laughs> <laughs> 戻れみたいな。<laughs> 戻ってこいみたいな <laughs>。すぐ帰る、ね。すぐ帰る。はい,はい。うん、なるほどな、うん、いや、でも、このパリって、まあ、ちょっとその。はい 本の中で軸になっているのが、実は神奈川県の大磯のね、議会なんですけれども、その前にちょっと国政のことを見ていくと、まあ多分言いたいこといっぱいあるじゃないですか。こ新内閣で、その、あれですよね、副大臣と政務官に女性がゼロで、それはこの制度が始まって以来、初めてです。名誉な初ですよね。あの光景、 どんな風にご覧になりましたかだから、いや、俺たち男たちだけで決めるからなって、お前はいらないから、ははみたいなね、トントンですよね。あれ、あれを、しかもあの写真の岸田さんが満面の笑みで、そっめっちゃ悔しい。で、その後、この間日曜討論をやっていたのを見たら、自民党の女性局長の方が、 適材適所みたいな能力にね応じたものだみたいなのおっしゃってて、はいはあ、みたいなこうね本当ですねいや、うん、でもじゃあ適材適所だったらどうして USB も知らない方がサイバーセキュリティ担当になるんですかとかやっぱりこう二カホのこう政府案がまあ、うん、あの成立をして、うん、で。 まあ前倒しで一部今年の12月からあの、うん、施行されるんですけれど私は法務大臣誰になるんだろうって私なんか非常に気になったんですけどこれまで法務で何してこられましたかっていう方がねえ法務大臣になってそうです、ね、なんて何かこう掲げてる公約とかも一生懸命見てみるんですけどうん、うん、なんかあのー。 ほか、まあ、に、ね、こう高齢化対策とかは一生懸命掲げてるんですけどうん、うん、ホームのほの字もなくって <laughs> それがそそうなんですよ、ね、その方一回でも入管庁にね入管を訪れて訪問されたりとかしてるのかなとか、ねね、仮訪免者に会いましたか、ね、とかね,本当でね思いますけどいやでもなんかそのなんて言うんでしょうね こう男性はこう適材適所と言われながら、うん、そのまあ深くこう突っ込もうともこうしないし、うん、その政権側がですね、うんうん、でもやっぱりじゃあ女性はどうかっていうと北田さんが、うん、その例えばこれまでのこうね実績とかじゃなくって、うん、あの女性ならではの感性を発揮することをね <laughs> <れも S 1> 期待されてるらしいですよ <laughs> そう,そうすよ、ね、<laughs> そ男性ならではの感性なんてね言われないわけですよね,すもんね女性ならではの感性ってな何を 何をなでしょうね。女性ならでは。天天天天。分からない。いやでも対等に見てな,ないですよね。だからそですよね。女性は男性男性男性とは違うなんだろうそれ。<laughs> いやでもなんか例えばですよ。その企業とかで、はい、その新しいこう上司が決まりましたよ。 であの紹介されたとするじゃないですか、はい、その女性が。はいはい、で、あの彼女はなんでこのポジションになったかというと、女性ならではの感性でって言われたら、はい、やっぱりこう部下としてもこう戸惑うと思うんですよね、よねこの人、実績で評価されたんじゃないんだっていうふうにう思いますね,ね。だからものすごい悪循環になりますし。うんうん あとはその国民民主党の幹事長からね、この件について問われたら、いや、女性が何人とかそういう時代じゃないんだって、<laughs> そ,いそんなこと言ってるのは日本だけだみたいな、そんなことないですよね、世界中でこのことは言われ続けているのに、うこの人はこう、なんだろう、世界のニュースは見てないのかなって思いますよね。ねー 例えばインドのモディさん彼のこう、ね、政治のやり方にはいろんなこう議論がありますし私も批判的に見てますけど、うん、やっぱりこう具体的な数字を出してこう、うん、パリテの話なんかをこうするじゃないですか。とかなんかこう日本が思ってもないような地域でもすごくこうパリテが進んでいて、うん、メキシコとか中南米とかだからいやいや日本本当に遅れてるんだよ もっと危機感持たなきゃダメだよって思うのにう全然そういうこうなんかこうパリテとか進んでるのって本当北欧とか。 ごく一部でしょみたいにきっと思っている政治家が多いんじゃないかなとか思ってそうです、ね、もっと世界見てよってすごく思いますね。なんかねアフリカのこうルワンダなんかもね,こううねパリテが実現されてるって言いますしねはい、はい、実際に議会ご覧になった方にこうお話聞いたら、はいはい、すごくやっぱりこういい意味でカラフルだったっていう,こうも話ろんそれではないですけども、うんうん どん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 増えていってっていうのは本当に確かなことなのでそこをもっっととみんなななが知ってほしいなと思い思ますよねん,なんかそれがこう実現されていないことの,こうあの弊害でもあると私は思うんですけれども、うんええ、例えば、まあ、この本の中でもこう書いてある社会構造の問題ですよね例えば年金のこう、うん、モデル年金としてこう公表されているものって。はいうん あの標準世帯みたいなものを想定してるじゃないですか。標準世帯ってなんだっていうふうにこうよくよく見ていくと、<laughs> 働いている夫とそうなんです正社員の夫と<う>専業主婦の妻,妻 <laughs> っていうあれまっていうあれずっともう何十年もそのモデル世帯っていうのがうん変わってなくて。 いや今そんなそんな接待あるのってうんそれが本当に標準的な接待って今言えるのっていう話ですよね,すよねだからそれをそのまま何にも疑問に思わずそれを標準に設定したままずっとこの年金制度があるっていうことがもうおかしいですすよよねねそうなんですよ、ね、んでもなんかいろんなところにこう、まあ、サザエさんとまではいかないにしても、はいはい、んなんかそのピタッ と時間が止ままっってしした標準世帯モデルうでねあるんでしょ年金制度に限らずですけど。うんうん、ですよね。そうなんか前の,その私が「時給はいつも」って本を書いた時も、うん、川淳也さんと話していてあのお金をみんなにこう月に7万円ぐらいとかこう支給してそれをこう基本的にもう年金ではなく誰にでも支給していこうやーベーシック,ベージックインカムをやっていこうってう時も。はいはい その小川さんの頭にあるのは家族4人で1人に7万円あればすごく豊かな暮らしができるって言われて<お>で4人だったらそうかもしれない、うん、でも私みたいに1人の人は月に7万円もらったからってじゃあ全ての他の社会保障みたいなのがなくなっちゃったりしたらすごい困るし、うん、みたいな。 その家族4人の考え方と家族1人の考え方違うんだけどなとか書いてたんですけどやっぱりだからみんな今もずっとやっぱりその家族お,お父さんが会社員で正規で働いていてお母さんは、えー、専業主婦で子供が2人いてっていうのが。うんうん 政治家の頭の中にもずっとそれがそのままあるんだなってことを確かにんなんかそれがこうまあ市政のこう価値観がなかなかこう,うあの動いていかないことの、まあ、卵が先か鶏、はい、が先かのこう議論にはなってしまうんですけれども、えー、例えばさっきその和田さんが少しね触れてくださったその結婚してで子供に産んでこそ一人前だからみたいなう,<ー>うちはその2人 暮らしですけれど、うん、あの私たちも自分の意思でこう、うん、子供を、うん、あの産むではないこう、うん、あのまあ、家族の形を選びたいよねっていうことであの二人で暮らしてますけれど、はい、ほっと言われますよね。いまだにあ,あの例えば公演しててすごい。 大勢の前で、お子さんいらっしゃるのみたいな質問を平気で受けたり、本当ありますよ。よくありますよ。公園の会場であります、あります。個別に会った時じゃなくて。じゃなくて、その、質問ある人みたいな感じで、で、なんかこう、あの、ところでお子様はみたいな。ええ <laughs> あ子供がいたらこ,うこの仕事できないわよねそうよねってこう <laughs> <え>なんか一人で完結していくみたいなこととかがあったりして <laughs> そうなんだ,だからなんかいろんな制度の問題もありますけど、うん、そういう,こう社会通念がこう私を他の方もそうだろうけども私に関しても,ものすごいそれが私を追い詰めてましたよね。うんうん、だからこう、うん、そういうこういこ いわゆる私の中でそうがんじがらめになってた「こう普通」みたいな「私は普通ができないんだ」って。うんうん 思いいい込ままされててきたっていうのすすごいありますね,ねやっぱり社会社会のさっきの,その年金制度もそうですし女性が一人で今年を取っていくっていう前提はまずねなされてないですし、うん、価値観もそこになかなかシフトしていかない,しい,かないですねいつまでも女性の賃金は低いままっていう。 そ奥な中でこ注目をしたのが私も日本で初めてっていうのは知らなかったんですけれども日本で初めて議会のパリテが達成された2003年20年前神奈川県の大磯でんか大磯ロングビーチのイメージがあるんですけれど大磯って。 すっごいたくさんこう通われていたと思うんですけれどもはい、はい、ど,どんな町ですか,なか本当に,なになすごく不思議なのが隣平塚なんですねはい、はい、でちょっと行くともうすぐ藤沢とか<ー>で逆に方向に行けばまあ小田原があったりして東京からもまあ1時間ちょっとぐらいですけどそこだけポッといきなりこう、まあ、駅前とかも コンビニは一軒あるけど、チェーン店とか一切なくて。<ー>で、ビルとか、そういうものも全然なくて。はい、で、いきなり山で。<laughs> で、駅から五分で海だし。あれ、ここはいきなり自然のところみたいな。<ー>そういうところなんですよね。そうですか。私もちょっと降り立った、はい、あの、ことがないですし。普通はあんまりないですよね。そうですね。うん、海水浴でも、こう。まあ。 ったことがなくなくんであのどうなんでしょうこのいきなりちょっと革新的なあのところに入っちゃいますけれども20年前にこうパリ手が達成された例えばその東京であればこう最近ですとあの杉並区とかね,杉並ねあとは武蔵野市で、うんまあ、パリテが達成されて、はい、もう大騒ぎだったわけじゃないですかすげえみたいなところがどっこい。はい あの20年前に既に達成してますけど何かっていう,う議会があってそれなんでなんだろうなんでなんだろうっていうことをこうまあ一、ねまあ、つのこ,うこれが特効薬だみたいなことではなかったと思うんですけども取材をこう進めていってどうですかそれをこう作ってきたこう土壌っていうのはどんなふうに見えてきましたか土壌は そうですねやっぱり女性たちが声をもともとものすごい保守的な街でお祭りとかでも何かあっても全て男性が決めて、うん、男性たちがわーってやってしまうでもだからそこにやっぱり抵抗していこうっていう女性たちがこう。 だだんだんん移住してくる人が増えたんですよね,はいはいねやっぱりそういいと環境のすごくいいところだからはい、はい、隣平塚とか大都市なの大きな町なのにそこだけ自然がすごい残ってる場所なんでん結構東京から移住してきてくる人が多くなってくるとそこでこうその保守的な男性ばっかりの町にあれおかしいじゃんっていう女性たちがどんどんこう増えて。新陳代謝そそうなんですか 始まってますよね。ね、なんかこの本の中に何度かこう出てくるフレーズで、三、はい、代住まないと多いその二元じゃないみたいなね、元々そういうこう保守性があったみたいなこともこう書かれてましたね,ね。だからそれ結構私は後からなってから知ったりしたんですけど、はい、結構だからやっぱり男性上位なもともと吉田茂首相とか、うんうん、こう歴代のこう首相とかがなんかえっ、ー、と。 正解の奥座敷とか言われて、正解の奥座敷<っ>はいはい、はい、こう別荘とか思ってみんな結構ずらずら住んでたようなところなんですよね。別荘地っていうイメージは確かにありますね。 なるでもまあそこでこう新陳代謝が大きい、はい、あれこれおかしいんじゃないのっていうことで、うん、こう気づいた人たちのこう声の中で、うんまあ、例えばその本の中ですと、まあ、消費者運動だったり、はい、それから環境問題だったり、うん、それに対して女性たちが中心になっていろん,、ね、んなムーブメントもこう数十年前から起こ、はい、ってるんです。そ 大きなこう研究所バ,イオバイオ研究所みたいなのができるとかあと渚海を埋め立ててしまおうとか、うん、そういうのが起こった時にやっぱりこう女性たちが「いやそれ嫌だ!」って言って声を上げて運動していくんですよね。 なるほどな。いや他にもまあ例えばその昔ここにこう住んでいた、うん、あの方でロールモデルになるような高知性がねはい,、はい、いたりですとか、あ,ねはい、あとはあの大磯中学校ですよね。<あ>そのそそ学校の中でのその自治っていうものがこう生まれていたったというのもおそらく一つのこう要素なのかなと思って。大きいですね。なんかだからそれは八十年代からなんですけど。はい 子どもたちがみんなで考えるっていう教育を先生たちがかやって制服をなくすとか、はあ、しかもそれをいっぺんに制服をなくすんではなくまずはスクール水着が嫌だっていうことを男子の生徒が一人言い出したらそこからそれをみんなで話し合うとかはい、はい、毎週1回は生徒総会を必ず体育館でやって全員で座って。 あの学校についての意見を言うとか、八十、えー、年代ですよね。八十年代なんですよね。えー、公立の学校ですもね。公立です,ですよねもちろん。調律の中学ですから。<う>うん、いやかなりこう当時としてはこう画期的なことですよね。本当よ,、ね、よくそんなことができたなと思うんですけど。はい、でもなんか男の子も女の子もなくそういう 差は全くなくなみんながどんどん手を挙げて意見をどんどん言ったって言って先生たちがやっぱりそれをすごく応援したでやっぱり先生がその当時の先生がおっしゃってたのは子供ってややもすると保守的になりがちだから変化がちょっと、ね、意外とできないからか、ね、なんかそれをこう勇気づけるような。 いいいいぞ、いいぞ、みたいなこうちょっとこうお囃子ではないけど、はい、って言って子どもたちを勇気づけると子どもたちをどんどん自分で考えるようになったって言ってへ<ー>それは本当に大きかったなぁと思うんですよね。 それはその何かその先進的な先生がいらっしゃったりとかどういう環境でそれが実現していたんでしょうねなん,かうなんかその先生がやっぱり若い先生がすごく多かったっていうんですよねなるほど当時そのまだ二十代のでしかも女性のやっぱりそこもまだ女性なんですけど、はい、女性の先生がすごい多かったそうなんですよでそれをもっと遡ると女性の議員さんが昔選ばれた時に こうすごく先進的な女性だったと思うんですけどその町議会議員の女性の方が教育委員会の教育委員会の人数を5人に増やして、はい、そのうちに女性を3人入れたっていうんですねへ<ー>なんかだからそれはもうその80年代のもっと前70年代とかその頃にそういうことをされていて、はい、だからこう女性がおふなんかこう増え,えやすいっていうかうん、うん、先生の,その教員の採用とかも 女性をどんどどんん増やしたみたみいなななるほどなだからいろんな多分その運動だったりその土壌っていうものがこうう、ね、作用し合ってるとは思うんですけど<う>なんかでもやっぱり共通して言えるのって例えばその消費者運動だったり環境問題にこうせよ内学校の中からこう始まるこう自治にせよ確かに自分のこう必ずしもこう思い通りになるようなこう合意形成ではなかったかもしれないでしても自分の 声はり見られるんだれて無駄じゃないんだっていう,こう実感を積み重ねてねいるんですよ、ね、大事ですすよよ大事私のことはなんかその大磯の女性がずっと運動されてきた女性が大磯のことは大磯で決めるっていうふうに言っていてうん,、うん、なんかみんなが本当にそう思っているでそれが本当にもう風土になっているっていうのがすごい驚きだったし。 でも,でも決めるってことはね自分で考えるっていうことだし調べますしねそうなんです決めるためには,、ね、めめには考えるためにはもっとす調べたりとかいろいろ本を読んだりとか、うん、実際にどっか見に行ったりとかだから本当に、うん、そういうことが私たちこうね住んでいてもなかなかできないけどうん、うん、それが当たり前になってるんですよね。なるほどあ、うん、あとまあ これっておかしくないっていうふうにこう気づいたりとか、こう声がこう気づかれていくためには。やっぱりその物理的な拠点って大事ですよね。あの和田さんのこう本の中には、本当にこう偶然フラッと入ったギャラリーとかカフェとかでね。またいい出会いがね。そうなんですよ。ありがたいこと。に本当にこう偶然の出会いもこうたくさんありましたよね。読んでると。 たたまたま最初に入ったらもうギャラリーさんで、はい、そこの方もすごい政治に関心のある女性だったりその後たまたま入ったカフェもなんか議員さんがよく来るとか、はい、なんかアルバイトで働いてる人もみんなこう政治に関心のある人で、はい、もうなんか初めて会って1時間後にはみんなで政治の話してるみたいな <laughs> <ー>なんかないよねそれってっていうような。でもそういうい こうそのさっき言ったんですけど駅前にそのなんてい,うのいわゆるこうチェーン店みたいなお店何にもないですので個人ののカフェみたたいのがいがくつかが昔か昔らあったんですよねはい、はい、結局そういうところにみんながこう集まってそれでなんとなくみんながこう最初は茶飲み話でだんだんこう政治の話とかをすごくするようになってじゃあこれやろうかみたいな何かがみんながそこから始めていくっていうのが。こう あちこちでそれができてきたっていうのもすごく大きいですよね。なるほど。<ー>いや、本当にね。最初にこう入られた。そのギャラリー海猫さんですよね。はい、で、店主さんとこう話していたら、えー、あの転写の女性とこう話していたら、なんかあのダースレーダーさん。 近島さんの昼からなんですよ <laughs> 私はいつも聞いてるの <laughs> 聞きながらこう仕事してるんですみたいなねそうそところね若受けです二 <laughs> <laughs> 人ともこの配信にね出ていただいたことが、ね、あ,あるのでそうなんですねでもそういう中でやっぱりこう声がすごくこう活発にこう上がったりでか、えー、届いていくと、はい、その中で 2003年にはパリテが実現されるっていうところで多分さっきのそ核心の部分の一つでもあると思うんですけれどなんかパリテパリテっていうふうに言うとんかこうね女性がとかじゃなくていや能力で男とか女とか関係ないよねってすぐ言われるんですけど。あ現実的にそういう妨げているような構造は無視かよみたいなねところがあると思うんですが。 実際にその議会ものすごい傍聴されてたじゃないですかはい、はい、でそうするとこのパリテが実現されることのこう意味っていろいろ感じられることあったと思うんですけどそれはどうですか 少数派の議員の声が封じ込められてしまったりとかそういう人にこうなんか懲罰動議とかかけられちゃって何も言えなくなっちゃったりとかってそういうのは地方議会でも,ものすごい増えてるんですけどす、ね、なんかもうお子さん連れてきただけですごいやりだめに上げられたっていうねそういう,あり,そう,いうありましたよねだからそういうことがパリテの議会だと来らなくなるんですよねだからすごく議会の話し合いがフェアで 変なこうとか例えば若い女性とか議員女性の議員さんとかがこう発言してるとよく地方議会とかではすごいやじが飛んで「そんなこと言ってな」とかいろんなこう言葉が「女のくせにそれこそ女のくせに」とか飛ぶっていうのはすごいいろいろな記事にもなってますけどはい、はい、そういうの一切ないんですよね。あ話し合いができるそうなんでです、はい、話し合いができるから すごく熟議する議会になる。だからちゃんとこう、今ね、日本は国会とか見れば、熟議なんてして、まあそもそも国会が開かれてないそうですね。確かに確かに。<laughs> こう、召集してよっていうふうに憲法に定められている、こう、手続きを含めても開かないっていうねうそうそうそう。でもなんかその真逆で、本当にその議会、議会、あの本会議でも委員会でも、一つ一つの問題を本当に真剣にみんなが、 フェアに話し合っていくっていうのが出来上がってくるんですよね。なるほどな。な<ー>いや、この子変化がこう国政の中で。生み出されるのはいつになるんだろうかということを、ねでね。でも、だから、<う>本当国政までは遠いので。うこういうこう地方議会の動きを。どんどんこう広げていけたらいいなってすごく思いますね。んんなんか、その国政のこう話にこう。 先ほどの例えば国民民主党の幹事長の発言なんかは女性が何人とかそういうのは関係ないからみたいなことを男性ずらーの信頼閣に対して言うじゃないですかでもそれって案に女性に能力が足りなかったからいないだけでしょっていうふうに言ってるようなものですよね。 することのなかこう私にはこうできないんだとかこう私が足りないからこうなんだみたいななんか負のメッセージとして刷り込まれてしまうっいうことはありますよね。だから女性はね男性の倍頑張らなければ這い上がっていけないとかねねマイノリティなんだからこう頑張りなさいみたいな自爆ですよね呪縛ですよね。そんなこと全くないのにそう思わされてしまうって。 だからやっぱりこう女性がこうもっと自尊心を持てるようなことになるためにもだからやっぱり女性の議員は増えてほしいんですよね。うそうなんですよね。うどうでしょうね大さ、まあ、を見てその、まあ、国政を見た時に、はい、ただまだまだ国政の中にはこう開きがあるわけじゃないですか。はいで どどどうしたらいいっていう思うんですけれど、<laughs> はい、まあ私はそのクォーター制をこう一つあ,あの制度として猫、ねね、導入してもらうっていうのもこう一つですし、あとはこう国政レベルだとこうどんなこう運動があってしかるべきなんでしょうねそのパリテを実現するっていうふうになると、うん、クォーター制をちょっとあの除いてこう考えると、うんうん、やっぱり一つのこれだっていうこう特効薬ではないわけ、ね、そうですよね。まあオイもあと 後からら、調べたら杉並区もそうだったんんんでですすすけど、うん、すごくみんな勉強会を開いてるんですよね。<ー>だからやっぱりこれっておかしいじゃないってまあ私自身もそうだったんですけど、はい、これって私のせいですかって思うには、うん、やっぱりこれを知らないとダメだからやっぱりこ政治これって何だろうっていうことをうん、うん、みんなが一つずつ身近なことから勉強しないとすごく手間かかるんですけど。はい 実は根本的にはそこなのかなとも思いますね。んなんかあの杉並区もそうだったし、杉並区を大木久公民館っていうところでやっていて、はいはい、大磯も大磯の公民館で女性たちが集まって、はい、もう何十年も勉強会を開いてきたんですよね。<ー>その積み重ねそ<う>ですね。ね<ー>そう考えると。うん すごく遠い道なんですけど <laughs> でも <laughs> 大磯もそうやって40年とかやってきたんですよで杉並区もそうやって60年とかやってきたんですね60年とかやってて、はい、だからやっぱりそれが本当の大変なこともちろんもちろん毎日できないしうん、うん、そんな例えば今もみんな忙しいから週に1回とかも無理だけどうん、うん、せめて月に1回ぐらい何か集まって。 で公民館っていうものを意外と今は地区センターとか地域センターって言いますけど何かそういうところでやれたらいいなって思ってます、ね、なるほね、はい。今のお話を聞くとあの、まあ、例えばその杉並みのこう議会で今年そのパリテが実現したっていうのは、はいまあ、去年ね岸本さとこさんが当選して。で なんかこう急激に変わったみたいなこう印象、えー、その面もあると思うんですけれどでもじゃあその親しなのを考えると、うん、数十年にわたっていろんなこう、まあ、勉強会だったりですとか学ぶ機会っていうのを草の根でやっぱり作られてきたっていうのは大きいんですよね。うん、大きいです、ね、絶対そそれはあると思いまだだかかららみんなそこでだから すぐに変わることなくて、だって杉並区だって区長さん、うん、ずっと変えたい変えたいってやっても変わらなくて、うん、それでも皆さんが諦めずにそうやって勉強をし続け、ずっとずっとやってきて、やっとやその先にそういうことが起こったっていうことですよね。ななるほどな、うん、あのー この本をこうあの読んでいておそらくこう、えー、和田さんとこう同じようなあの、はい、感覚をこう持つ方はいらっしゃるんだろうなと思っていて、うん、で本当はこう、まあ、女性が社会でこう、うん、自分らしくこう生きるということをこう阻むいろんなこう構造のこう壁があるはずなのに、はいうん、それがこう何か自国責任に喫、えー、してしまって、はい、そうか私が足りないからだっていうふうにこう、うん、思ってしまう。でも 少しこう視野を広げてみると、うん、そうか仕組みの問題なんだじゃあそれを変えるためにこうどんなことができるかなっていうふうに視点がこう変わるってこう大事なことだと思うんですよね。もしあの今日あのこれを聞いてくださっているこう方々に、うん、和田さんから最後に何かこうメ,メッセージと言いますか<笑><笑>メッセージいたただけら言えるほどなんか私が何かあるのかなって思うんですけど。 うん、そうですねなんかなんかこう自分のその考え方とか感じ方とかが間違ってるんじゃないかって、うん、本当ずっとずっとずっとそう思ってきて自分をこう心の底ではすごく責めて劣等感をすごい抱いてきたけど、うん、なんかほんとやっぱそれは違うんだよっていうふうに感じて。 で私そのそれが違うんだよって感じた時もなんかそれがフェミニズムっていう概念だっていうことにもまだ気づいてなかったんですけどうん、うん、後からこの本を書きながら自分が帰ってきたことがあれこれってフェミニズムなのかなってうん、うん、書きながら実はすごい気がついたんですねだからなんだろうその女性たちが今そのいろいろ苦しかったりした時にちょっとフェミニズムっていうものを 見たり聞いたりなんか読んだりとかすると、うん、何かそれで全部解決しなくても何かちょっとした糸口になったりするんではないかなっていうことを私もちょっと今回すごく感じましたね<ー>概念をこう獲得していくって大事なことですね。よ、はい、ねなんか言葉フェミニズムの言葉をとかを本当知って あそ,っかそ,のそれこそクートゥーのパンプス履かなくていいっていうようなその概念とか言葉は知ってその時私が楽になったようにそう,そういうちょ,ちょっとしたことの一つ一つが積み重ねていったらだいぶ変わっていくんではないかなと思いますね。うんえー、やっぱりパンプスに苦しんでこの痛む足をどういうふうにケアをしたらいいんだろうかなんかね塗り薬なのかこう何か湿布なのかっていう風うに考えてたけど <laughs>、うん、あれそもそも。 発想を変えて、うん、これを履いてるっていうことの合理性って何だっていうことに、ね <laughs> ね、目を向けていくだったりね。そう。だからそういう考え方の視点の転換ができるようになるっていう考え方のがきっとフェミニズムだと思うので、それをちょっとずつ知っていくと、なんか嬉しくなるよ、みたいな。<laughs> <laughs> いや本当にね、この「おソフェミ」はですね、はい、あの私にはこうなかなかかけないこう文体で私たちがこう文章を書くとどうしてもこう硬くなってしまうんですけれども <laughs> <や>、ね、人とこう会話をこう弾ませながら <laughs>、えー、その時にこに和田さんが素直に思ったことだったりですとか、うん、時にこうユーモアも交えながら <laughs> だからすっごい大事なことがたくさん書かれてるんですけれども <laughs>、えー、すっと心にこう、ね、<あ>届くようなあの一冊になっています。えー、50代で一足遅れてフェミニズム リズムを知った私が一人で安心して暮らしていくために考えた身近な政治のこと、左右者より発売中です。えー、ぜひこれを聞いている皆さんにも手に取っていただければ幸いです。えー、ということで和田さん、ありがとうございました。あということで和田さんのお話、いかがでしたでしょうか、はい、本当にあの興味深くてですね、僕もあの横で聞いててうんうんと本当に非常に強くうなずきながら聞いておりました、はいあの。最初にお伝えするのを忘れてしまったんですけれども、はい、あれなんか あのズームじゃないかなっていうふうに皆さん気づかれたと思うんですけれどもあの和田さんがですね実は、はい、あのリアルで収録に、はい、あの来てくださいましてなのでもあの一緒にこうお茶を飲みながらこうそうだよねああだよねっていうふうにこう、ね、お話をこうおしゃべりをするようなこう感覚で、はい、でもねこう大事なことをこうたくさんお話ができたかなというふうに思っています。であの えー、和田さんのお話の中でですね、はい、あの中ピレンの,あのお話が出たと思うんですけれども、はいまあ、女性のこう権利だったりこう解放をこうい、あのーまああのー、う人たちっていうのはどこか怖い存在だと思わされてきたそういうイメージをすり込まれてきたという、ねうん、お話があったと思うんですけれども。まあの ねこの収録が終わってまた和田さんとこうワイワイいろんなこうお話をする中で、はい、まあ今となればそのまあ実際にはその中ピレーンの方々はユーモアがあってこう和田さんにとってはこうかっこいい存在であのあ本当にそう思わされてきたということにね怖い存在だというふうにですねなんとなくそのように思わされてきてしまっていたけれどもそうそうやっぱりちょっと距離を取っていたのかなということに気づかれたということでしたねねこう怖い存在だっていうようなイメージをこう刷り込まれてきたまあそういうこう構造そのもの 今問題だよよねねっていうこ,うことですよ、ね、であの私すごくこう気になってあのその時にこう和田さんに聞いてみたんですけれど、はい、まあ例えばその、ねこ,うまあ、これは地方議会に限らずですけれども、うん、まあ議員の中にはものすごくこう、ね、こうヘイトスピーチをこう繰り返すようなう議員がいたり、はい、あの自分のこう、ね、こう暮らしているこう地元にもこう実はあのそういう議員がいたりして、うん、私たちもこうねなんか。 あこの議会にどういうふうにこう関わっていいかなということはこう考えてきたんですけれども、はい、なんかそういうことってあの大磯でなかったんですかと、うん、いうことを聞いたら、まあ、あのなかったわけではないらしいんですよね、はい、和田さんもこう取材をしていてこうあのそういうお話を聞いたことはあるらしいんですけれどもただ大磯のこう議会はとにかく、うん まあ、民主主義ってそういうものだと思うんですけど本来すっごくこう時間をかけてこう丹念に丹念にこう議論をすると、はい、で予算のことだったりですとか町の、ね、こう仕組みのことだったりですとかで丹念に議論をする民主主義だからこそ。はい あの偽物は残れないんだっていうことを言ってましたね。うんうんはいこの熟議の中でこう薄っぺらな表面だけの言葉っていうのは、まあ、すぐにそこう底を尽きてしまうっていうことですよねかつあのケーブルテレビでそれがこうあの町民の方がこう見ることができて、はい、で結構皆さんねご覧になってあの議員はこう分かってないなっていうことをねケーブルテレビのこう中継なんかをこう通して。 ご覧にななっているっているととうことなんですよね大阪劇場とも呼ばれているっていうぐらい皆さん関心があるとおっしゃましたね。うん、ねえああだからあのそういう例えばその表面的な言葉でこうまあパンとこう当選した議員がでもその後熟議を通して。 え、これじゃダメじゃない、うん、っていうことで、ちゃんと淘汰されていくっていうことは、あ、民主主義の新陳代謝よっていうふうにね、い思いましたよね。ねこれが国政にも欲しいですね。こう強い言葉がはびこる中で。きっちりそこは熟議をしていくことで、どのようにそれがそり落とされていくのかっていうのは、本当に国政にも求められることなのかなと感じますね。あと、まあ、その大磯のこう議会というのも、こう、すべてがこう、ぱっぱとこう、うまくいってきたわけではなくて。うん、で、例えば、その、まあ、女性の議。 市長さんがこう誕生したからあるいはそのパリテが実現したから、はい、こうすぐにねこう議会がこう安定的に運営できるようになったかといえばいろんな試行錯誤のこう過程があったんですよって、はい、でもそれを経て今に至っているっていう,こうプロセスそのものがこう大切で、うん、だから例えばねパリテが実現しましたでも議会は相変わらずこう紛糾しています。 じゃあ、だめじゃんっていうふうな短絡的な話ではなくって、はい、それが実現された後に長い目で見て何がこう達成されるのかっていうところで民主主義って本当にこう時間と手間がかかるんですよね、うんはい、そういう目線でやはりじゃあ自分たちのこう地元の議会は国政はっていうふうにこう、ねうん、私たちも見ていきたいなというふうには思いますよね、はい、皆様もぜひ身近な議会などを除いていただけたらなと思います。 はい、なんかあの和田さんとねこの収録が終わった後にこうわやわやいろんなこう話をしていったなんかあれ自体もね配信して <laughs> したいぐらいだったなというふうにこう思いましたけれども、はい、ねあのぜひ和田さんのご著書も皆さん手に取ってみてください。さあ今日の放送をもう一度聞きたい方はダイアログフォー・ピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。 今日の放送はスポティファイ、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、アマゾンミュージックポッドキャストでも聞くことができます。えそしてこのダイアログフォリディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければ、ダイアログ e ピープルワのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願い,いたします。さあ来週10月11日水曜日ですが、はい 水俣病と向き合う」と題してえ水,俣病水俣病センター創始者職員であり皆やっとの思いで坂を上る水俣病 ミナマタ病患者相談の今の著者でもある長野美道さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、あの先日ですねあのまあミナマタ病と認定されていなくてでまあ特別措置法のこう救済の対象にもなっていない方々のこう訴訟でまあ国に賠償を命じる判決が出たというニュースあの皆さんも触れていらっしゃるかなというふうに思うんですけれどこのミナマタ病という事件に関して。うん どこまで知って何がどこまで解決されていないのかということってどこまで周知されているだろうかということも含めて永野さんがどんな声に向き合ってどんな声に触れてきたのか改めてお話を伺っていきたいと思います。はい、ということでこの「デディオ・ダイアログ」来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと佐藤慶でした。ありがとうございいましたおやすみなさい ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします